2023年7月の27日、帳面書かれた電柱あると思いますけども、上に余計なものついてる。昼間からもう電灯チカ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 させてる。エネルギーの残存量問題、しっかり覚えてください。2023年7月の27日、こちらの一軒家なんですけども、多分、昔から、固定された居住者がいない。で、隣のこの家と同じぐらいの時期に作られたようなのですが、ペンキ塗る必要ないのに、こういう風にあのペンキを塗り始める。で、この原因は何か分かります。向こうの方の、アリの中町から岡場駅の方へ向かったところにある、そうですね、ゲオ、あちらの斜め向かいぐらいかな、あの辺りのところに、八百屋が一度できて、まあ、不良の、まあ、食べ物を売っていたと、まあ、腐りかけの食べ物ですね。で、それで、すぐに、閉店ということになったと。で、その後、そこをペンキ屋さんが占領したんですね。で、ペンキ屋はもともとホークビルの範囲内ですよって、まあ、ホークビルと言いつつ、まあ、ホークマンションだったかな。まあ、2階建てぐらいの建物ですよ。そこの、一室だけですよと。まあ、そういうふうな話で、もともと昔話、25年ぐらい前に決まっていたのに、無理やり拡大を図ったと。だから、ペンキ塗る必要ないのに、もう税金あっちこっち、もう本当に使い倒し。本当に。もう無理、こんな世の中。だからその大元を全部閉じていかなあかん。で、それでペンキ塗った、あの実質的な犯行を行った人たちの口座も差し押さえていかなあかん。で、まず車の持つから余計なことに手で出し始める。どうせ絡みに来たりしよった人間だと思う。まあ、この辺の建物は謎ですね。芸能人の彩香という子が、活躍、まあもうこうっていうような年齢じゃないし結婚してるんでしょうけど、ここの建物も綾子邸か何かそういう名前でしたね。もうだいぶ前から人の気配そもそもないし、どういうふうな無茶苦茶なその芸能界のお金の使い方をしているのか本当に謎ですね。で、もともともう大きな家絶対無理、固定資産税すごいですから。で、もうちょっと行くと、有馬警察署はすぐあちらにあるんですが、もう有馬警察署の方で、もう管理しとかなきゃならない。で、一番近いところというところで、あちら、もともと、右手の方がレストランだったみたいなんですけど、そちらの、今左手に見えてる、ワゴン車、何か屋台みたいな形で行える車、で、ああいった内容のものを利用して、多分芸能人の吉本興業の小籔っていうやつがいる業界、暴力団側、出てる、それで。で、回収してあそこに置いたんだと思います。もともとあんな建物なんか、もともと返済なんかできない。どうせ銀行、フィナンシャルグループ、そこは金出してる。もうそこは、エロ業界と組んでるから。もう何回も摘発されてる。そこで働いてた人間とか。大体そこの岡場の駅の三井住友銀行の貸し出し口のところにそういうふうなことを行ってた人間を黒い服着させて、金をばらまいていたと思われる。この可能性が非常に高い。で、そのものは今いません。だいぶ前にいつものルートで送った SD カードの方からさすがにやっとこさ摘発されたんでしょう。もう本当にキリない。あれで、それに出とった女どもが外から身勝手に絡んでくる。自分たちのしてきたことなのに。もうこちらからしたら本当、むちゃくちゃな迷惑ですよ。で、そいつらが多分2002年サンパレス六甲勤務時にサンパレス六甲内の敷地内に入り込んできてましたね。だからもう、人材派遣業法自体無理、本当に。いろんな会社の、いろんな会社が本当に自社雇用して管理しなきゃ無理。で、あちらが、まあ、業務スーパーの跡地なんですけども、
まあ何が問題でなくなったのかわからないですが、ここも新しい建物を建設するの絶対やめてください。河川の土砂かき出した後、置いておく場所、もうそうしましょう。もう何作ったって無駄です。どうせ倒産しますから。人口どこの国も先進諸国少子化です。他国の方はこの辺なんかまず来ない。で、あちらの松屋さんなんですけども、ゲオの近くにある松屋さん、あちらなんですけども、一応言っておきました。湿疹が何回も出てるジンマシンですね。原因分かりました。客席にドレッシングを置きっぱなしにしてるんですよ。それは腐ります。これ、すべての飲食業界の人、しっかり覚えておいてください。しっかりと冷蔵庫にドレッシング類は入れておくこと。で、お客様から注文があった時に、まあ、どのタイプのドレッシングをかけるのか聞いて、まあ、一種類だけの ところはもう何も聞かなくていいんでしょうけど、ちゃんとドレッシングをかけてお客様に提供する。冷蔵庫から出して。そういうことです。先ほどの続きですけども、ここはニューホークビル、まあ2階建てなんですけども、やっぱりビルでしたね。でここにもともとペンキ屋さんがあったんですよ。でそのペンキ屋さんが今あるのかないのかちょっとよくわからないですね。で次の現場行きます。先ほどの続きですけども、こちらがですね、元、八百屋さんで、まあ、1、2年ほどで営業終了したところですね。まあ、粗悪な食べ物を扱っていて、腐りかけのものですね。そういう野菜を販売していて、すぐに、クローズ、閉じたということですね。閉店です。その後、塗装屋さんに変わってということですね。で、こういう無駄なエネルギーを使わないこと、これがいつまで経ってもわからないみたいですね。エネルギーの残存量問題、そういったところに協力してくれない店舗としか見えないですね。あちらが、岡場駅の方向で、この無人機もいらないと思います。プロミス、三井住友銀行ローン契約コーナー、こういう無人のところですね。プロミス、約束と約束という意味です。あっ収納レンタルボックス、これも金属は錆びて終わるだけじゃんじゃないですか。もっともっと家の中しっかりと余計なもの買わないようにして、家の中整理整頓する、金属類は錆びる前にしっかりと、もう一度溶かして再利用、これだったはずですよ。無理なものは無理だと思いますよ。次こちら、岡場駅があちらですね。でこちらにこういう風な電光掲示板を置いてますけども、はっきり言ってみんな迷惑ですよ。眩しいだけで。で先ほどの河合塗装という株式会社の、広告も出てましたね。まあこの辺一帯のところの広告を出そうとしたんでしょうけども、もうエネルギーの無駄遣いです。先にエネルギーの残存量問題を覚えてから、こういうもの、こういう余計なもの絶対覚えちゃダメ。で始まりは向こうの方です。一旦撮影中断します。岡場駅の、高架下あたりに来ました。あちらアッパーマンショップさんですね。あちらの上部にああいう風な、まあ、モニターを置いたと。そこが一番このあたりの最初の出来事ですね。でいきなりその何か事情があって家借りたりしに来るだけなので、ああいう風に宣伝しても意味ないんですよ。お客さんの方から事情ある人の方から来ますから意味がない。とにかく無駄な経費、あとエネルギーの無駄遣い、そのエネルギーの無駄遣いのところが一番まずいところです。あちらの方が岡場駅なんですが、まあこちらの建物、昔1998年頃、家具屋さんとしてまあ店舗出したみたいですけども、もうすぐ終わりでしたね。数年で終わりです。まあ家具はね、もう 今まで世の中出回ってますから、なかなか買う人なんかいませんよ。であと場所が岡場駅から離れすぎてるから、もともと無理で、先ほど最初言ったことは、もうどこの国も先進諸国少子化してますから無理なんですよね。もう今更。
先ほどのあの家具屋さんの、すぐ隣が、まあ、ブリヂストンの、まあ、タイヤマンさんで、その隣がカーセンサーという上りが出てるんですけども、もうここも、管理者不在なのかもしれないですね。どう見てももう塗装も剥げて売り物にならなくなってる車が並んでますね。放置されてるんじゃないですか。ちょっとね、今動きながらなので見えにくいかもしれませんが、そちらの赤い車と白い車ももう剥げてますね、塗装が。で、苔が生えてきてますね。奥の方もそうでしょうね。多分金属錆びる前に早く回収して、分解して利用した方がいいと思いますよ、溶かして。あちらの車ももう無理でしょうね、売り物。昔から見かけてます。あちらの方なんですけども、重機がありますね。何か切り開いてるんだと思いますけども、多分もう意味ないと思いますよ。今更何開業しても無理なものは無理ですから。本当に倒産するだけですよ。で、銀行から金借りて、で、破産法を、裁判所で適用してもらう。これが巨大な横領事件の、実態ですよ。それで消費税上がりっぱなしになってるんじゃないですか。で、こちらはもともとブックオフがあったところですね。で、もう10年ぐらい前かな、もっと前かな、まあ倒産して、そのままもうずっとクローズですね。で、あちらはもともとカラオケ屋さんだったんですが、倒産して、で、その後中古車が並んでたんですね。だけどももうそのままこれ管理者どうなってるのかわからないですね。ここもちょっと不安なところですね。誰が管理してるのか。だからカラオケショップも数年ですぐ閉店なんですよね。で、このカラオケって書かれてる看板、これももう錆びていく一方ですから、折れる前に早く回収して溶かした方がいいですね。海外から鉄鉱石買ってる場合じゃないですよ。街中にいっぱいあります、余計なものが。足場組んでますけども、ペンキの塗り替えなんですかね。意味ないと思いますよ。あちらが岡場駅で、北新ビルの前にここにもともと駐車場を作ってあるんですよね。で、だけども気がついたら、まああちらの方に田島銀行とかがあるんですが、その裏手のところもいつの間にか駐車場ばっかりになってますね。こちらの駐車場はいつからあったかな。もうこの辺に住んでる僕ももう覚えてないですね。いつからこの辺が駐車場になったのか。あんまり車が便利な世の中にすると、結局車買いたがって家のローンと二重ローンになって返済不可になってきますんで、もともと車には手を出さない方がいいですね。これが事実です。こちらですね、あちらが三井住友銀行で、その裏手がまあ駐車場になってるんですが、いつの間にか、岡場駅周辺に駐車場がたくさん出来上がってしまっているという状態ですね。あちらの建物ですけども、もともとあちらの建物の下、畑だった場所です。まあ向こうに日清信用金庫さんがあってと、まあこういうことですね。あと撮影しながらでやっと思い出したんですけども、あちらに坂谷動物病院、だから岡場駅から田王寺駅にかけて一時期動物病院が4店舗あったことになりますね。田王寺駅の近辺にオンタリオさんと、郵便局の斜め向かいのところと、あとこちらの道をまっすぐ進んだところの桃動物病院ですね。どう考えても異常ですね。
銀行の窓口に変な人間がいたっていうことで、これもう間違いないですよ。どん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 お金流し込んでいくやつで、破産法を使って裁判所で破産法を通してたんじゃないですか。正直裁判官もある程度調べた方がいいですよ。他国の人参加してください。こちらは岡場駅の近くの、トヨタさんのカローラ、まあもともと緑電化だったんですけども、まあね、その神津台の方に、まあ百貨店みたいなイオンモールのショッピングが出来上がったので、そこに家電量販店ができたんですよ。で、近くに上新電機さんがあるんですけども、その緑電化さんにまあ抜いてもらうような形でトヨタのカローラ、出店してもらいました。電気自動車の普及に関してですね、充電設備がここ一番、その交通量がこの辺では多いんで、そこの稼働に持ってくるのが一番いいんじゃないかと、そういうふうなところからです。で、まあ今こちら、まあアイガンさんがあってドミノピザ屋さんなんですが、まあ元々はドーナツ屋さんですね。20年ほどの営業でドーナツ屋さんは終了しました。まあ社会の実態ってこういうものですから、あまり大学行っても意味ないんですよね。本当に勉強しに行くのに、まず建物と学費云々の部分で税金が投入されてます。で、この辺もね、探したら塾いっぱいあるんですよね。で、潰れては作って潰れては作ってをずっと繰り返してる。だからあんまりもう教師になりたがらないことですね。教師の枠から外れて塾の講師だと思うんです、ルート的に。で、まあ、向こうの方で何か建設されてますけども、何、まあ、町づくり課に聞きに行ったら、まあ、倉庫だとかそういう風な話でしっかりとした返答はいただいてないですね。もう正直国の税金使って何をしようとしているのかよくわからないですね。実態が本当にしっかりした返答はないですから。で、あちらに串カツ屋さんがあるんですよね。なのに、まあ、僕も忘れていた方です、あちらに串カツ屋さんがあったことだけども、あちらの方に、見える黄色い看板のところが、まあ、駐車場なんですけども、そのもう少し右手の方に、20年ぐらい前かな、小さな3階建てぐらいのビルが建設されて、いつの間にかそこの1階に串カツ屋さんができていたということですね。もともとスーパーマーケットとかにあちらの串カツ屋さんが卸してたんだと思うんですけどね。それがなかったらなかなか経営維持難しいですね。で、ローンの返済だとか、そんなに毎日毎日満員になるわけがないですからね。まあ、こういうふうに、まあ、駐車場が出来上がってしまったというところですね。で、あと、こういうふうなね、余分な金属の使い方してほしくないんですよね。きりないですから。どう考えても必要ないでしょう。縁石があるのに、こういうふうな、まあ、錆びてますね。当然ながら。金属使うと、まあ、アルミとかだったら錆びないんでしょうけども、もしかしたらアルミとかも錆びるのかもしれないですね。いろんな雨に含まれている成分で。で、あちらに串カツ屋さんが出来上がった後、政府元高官と思われる方が働いていたところを一回目撃してますね。で、ここのビル自体誰の所有物だったのかよくわからないんですけども、福波さんご夫妻らしき人物がここのビルのあの中央のシャッターを開けるときに、こんなもの建てるんじゃなかったわっては言ってるところは、買い物行くときか帰りかに、行くときだったと思いますけどね、見かけましたね。ここのシャッターを開けたら、この隣の、一度改装したんでしょうね。
もう階段がそのまま出来上がっていって、音楽教室が出来上がっていて、もともとね、エコールリラに音楽教室があったと思うんですよ。こんな近距離で音楽教室そんなに作ったらまだ探してあるかもしれないですよね。僕もね、この辺のところいろいろ見ては回ってはいるんですけども、ちょっとね、いろいろ確認しなくなったら、わからなくなりますね。すぐ何か出来上がっては潰れて、出来上がっては潰れてを繰り返してるんで。一旦、撮影、終わります。今、19時30分過ぎなんですけども、この場所、もともとワタミっていうお店があったと思うんですよね。で、やっぱりまあもうこういう時間帯で、まあ、駐車場を作るべきではなかったんだと思いますよ。固定資産税的にも。飲酒運転発生するでしょう。で、売り上げがないか、摘発されたかで、まあ、ワタミは終わってるはずだと思うんですよ。ワタミさんだったと思うんですけどね。まあ何か居酒屋関係のお店です。坪八だったかな。ちょっとその辺もだいぶ、もともと僕そういうとこ行かないんで、もうちょっとわからないですね。で、これ正直な感想なんですけども、そちらの青粒って書かれてる、まあ、加工工場なのか何なのかちょっとよくわからないんですけど、昔もね、ここ一回なくなったりとかしてたような気がするんですけど、あちらのね、有野中町の JA の裏手の方、もう少し山の斜面の方を登っていったら、牛さんがいるんですけども、牛さんにあげたらいいと思うんですよね。いちいち乾燥させてエネルギーまで使って青粒作るぐらいだったら、牛さんとかに食べさせてあげた方がいいと思いますよ。そんなに青粒っていう商品が売れてるとは思えないんですよ。どこが、そのお金の供給源なのか。昼間も駐車場に車が10台ぐらい止まってますからね。大量のお金が流れ込んでいる。それに見合うだけの生産量と需要と供給があるかっていうところを考えたら、ずーっとこの街こういうことばっかりしてたんじゃないですか。まあ、向こうの方の、漫画喫茶快活クラブは終わりましたね。解体作業に入ってると思います。これでもし買えそうだったらもう出上げですね。あとは、まあ、向こうのビーカムというところ、パチンコ店なんですけど、監禁所をよくわかるように作ってますね。あれでアウトですね。